作品。一体何だ。包帯、三角巾、どこだ。包帯を巻いてもそいつは助からない。え、でも今さっきまで息があったのに。最後の息だったんだろう。出血多量だ。足は骨折していて大腿動脈が破裂している。これほどの怪我では数分で死に至る。神々よ、一体何があったんだ。ただ荷車に荷物を満載して通りがかっただけだ。叫び声がして彼が道に這い出てきたかと思うと地面に転がって意識を失った。急いで降りて助けようとしたんだ、傷に包帯を巻こうと。そこにあんたが来た。他人を救おうとするとは感心だ。白状しようか。最初に彼を見た時賊の襲撃かと思った。まずか見たがそれさ。だから馬を急がせようと思ったが、死にそうな奴を放って逃げるなんて男のすることじゃないだろう。放っておいた方がいい場合も多々あるがな。出発前に手をよく洗った方がいい。シャツも燃やせ。念を入れるならタイムの葉で体をこすった方がいいな。でないと血の匂いでグールが寄ってくるぞ。それで、あんたは何者なんだ。ウィッチャーだ。なるほど。こいつを殺したのは何かの化け物だと思うかい。足の骨が折れているな。だが死因は傷の方だ。小さいが深く刺されている。切り口は鋭い。刃物か太い鍵爪でやられたな。まだ分からんが、ワイバーンかもしれん。それに、この胸当ては特徴的だな。傷だらけで6章が出ている。年代物だろうな。商売で扱ってるから分かる。でもなんで身につけていたんだろう。本人に尋ねるのは無理そうだ。さて、彼がどこから来たか調べなくては。どうやらあの家のようだが、確かめてみるか。この件は任せておけ。では、さらばだ。待て、俺もついていく。それならいいが、俺から離れず、騒がず、何にも触るなよ。足跡は丘の上の家に続いている。死んだみたいに静かだけどな。ここで足の骨を折ったんだろう。壁をよじ登ろうとして落ちたんだ。門が開けられず、ここから敷地の外に出ようとしたように見える。ひどいな。なんてこと。これは一体何だ。宴会の用意か。そのようだな。どう思う。皆殺しにされたのかな。銀の食器、エルフの彫刻がある。されている。鋭利な刃物で何十回も。息絶えた後に刺された傷もある。人間のやることとは思えない。怪物だろ。そうに決まってる。すごい力で銅を刺されたようだ。強化口を貫通してる。街道にいた男の胸当て、あれと全く同じものだ。喉が派手に切り裂かれている。強烈な一撃だな。そばの盾は古く傷だらけだ。剣は儀式用か。明らかにアインシーデの工芸品だ。儀式用の器か。生贄でも入れるのか。生贄？まさか人間じゃないだろうな。
体に複数の傷跡となる。全て一つ込んだ。だが凶器が何かは分からない。この犠牲者は人間だが、なぜか服装はエルフ。本当か？どうやって手に入れたんだろう。トゥさんに非人間族はほとんどいないのに。おそらく中にはもう誰もいるのは分かってる。息遣いが聞こえるぞ。開けろ。危害を加えるつもりはない。奴らはまだいるのか。聞け、俺はウィッチャーだ。お前を助けに来た。だが助ける前に聞きたいことがある。奴らと言ったな。誰のことだ。あれは何かわからん。精霊、あまりに突然で、劇の上演中で、ディブサブが忠誠の誓いをする場面で、何かが光って何も見えなくなった。叫び声が聞こえたけど何も見えなかった。気づいたら衣装が燃えていた。キビスを返して逃げ出した。ダブレットを脱ぎ捨てここに駆け込んで後ろの扉を閉めたんだ。奴らが扉を叩いてた。扉を壊して入ってくるかと思った。もうおしまいだと。だが次第に静かになった。お前は何者だ。デュランド・フォーシェ・プラモンドン・ド・サバラン。この地の領主でトゥサン歴史同好会の会長だ。エルフ忠誠の誓いを記念して同好会のみんなで年に一度ここに集まることになってる。だがそれがまさかこんなことに。ほう、つまり過去のある場面を演じている最中に何かの拍子で偶然亡霊を呼び出してしまったのか。コルゴラスかゾーブか。どうすればいい。決まってるだろう。もう一度やればいい。イカれてるのか。みんなその化け物に殺されるぞ。それはない。これ以上殺させはしない。それが俺の仕事だ。もう一度そいつを呼び出し、何者であろうと永遠に消し去る。デュランド、その忠誠の誓いは俺一人でも再現できるか。いや、あれは盛大で重要な式典だ。トゥさんの前統治者であるエルフの王が降伏し上位するのだからな。少なくとも3人の役者が必要だ。何を頼みたいか分かるだろう。力を貸してほしい。断るというなら無理強いはできないが。意義はないか。よし、取り掛かるぞ。まずは死体を片付けよう。時間はある。演劇は夜からだ。この手の儀式は日没後の方が効果が大きいと言われているからな。最後に報酬の話だが、ただ働きはしない。分かってる。とにかく危険を食い止めてくれ。報酬は弾ませてもらう。私はルドビク王を演じよう。ここにエルフの玉座に座る。ウィッチャーはアインシーでの君主役だ。いいか、みんなきちんと衣装を着なきゃいけない。エルフの王ディブザフは自らの宮殿で玉座に座りルドビクを迎えた。おびただしい数の松明がたかれ、目もくらむほどの光を放っていた。ザフはルドビクの足元にビネンと呼ばれるエルフのパンを置き、この儀をもって祈り多き土地の支配を人間に譲り渡した。次にディブザフは美しい装飾が施された儀式用の器を
グイン・ノードというエルフのワインで満たした。彼の手から奪い取られた大地の最高傑作だった。そしてとうとうエルフの王は自らの剣と盾を手に取った。それらが象徴する軍隊の統治権を人間に差し出すためだった。誇り高く胸を張って立つエルフの王は剣を抜き、そして膝を折った。完全なる敗北を認めた印であった。そしてルドビクが言った。余はそなたの忠誠の誓いを受け入れる。一年後にはまた。信じられん、神々よ、母よ。王国が動き出した。どんな魔法だ。わからん。怪物は殺すのが専門で、蘇らせる術には詳しくない。もしかしたらわかるかもしれん。あの像はかつてディブザフの宮殿にあったものだ。私が手に入れたのは数ヶ月前。あの時に、いや、最初から話さないとわからんな。ディブザフは年に一度人間への貢ぎ物としてこの手の彫刻を差し出すことになっていた。だが貢ぎ物があったのは一度だけだ。782年、ゴルゴン山の非人間族大虐殺の時に彼も殺された。死んでくれてよかった。ディブザフはルドビク王の暗殺を企んでたんだ。この彫刻は美術品ではなく、そう見せかけたゴーレムだった。王への忠誠の言葉を合図に動き出し、王とその護衛を血祭りにあげてしまうはずだった。よくある話だ。エルフはみんな裏切り者さ。人間も大差ない。エルフは自分たちの領地を守ろうとしただけだろう。人間は領地だけで飽き足らず、エルフを最後の一人まで殺そうとした。そういうお前だって我々と同じ人間じゃないか。ある意味ではそうだな。時々自分でも恥ずかしくなる。ウィッチャー、君の言うことは間違っている。だが手ぶらで返すことはできん。これを受け取れ、礼だ。さらばだ。